はい、どうも皆さんこんばんは。それでは、サイバーパンク続きやっていきましょう。最近いろんなゲームやりすぎて タイトルが出てこないよ。ジュリーから連絡が来たので、会いに来たっていう感じですね。何するんだっけ？あんま覚えてないけど。おまったーん。緊張してるの？どうしてわかった？こういうのは初めてなんでしょう。ドールの仕事だと思うより。すげえカタカタ言ってんだけど。プログラムが違うだけ。それなら得意でしょう。来てくれてよかった。考えたんだけど、やっぱ一理あると思って。股間を蹴り上げて眉間に銃弾を撃ち込むことでしか解決できないこともある。トムとロキシーは来てくれてよかったね。まあ B さん一人で十分だけど。どうやってヒロミにたどり着くの？ビルの図面から考えてある。全フロアじゃないけど、自宅周りは把握済み。整備フロアを通るのが一番良さそう。そこから侵入できる。オッケー。で、マイコはどこに？ヒロミと会ってる。彼女の役目は陽動よ。まあその場に留めておいて、してもらってるんだ。もらうのが一番楽だからね。戦いになったら。行動チップに身を委ねるの。考えて行動してる暇はない。直感に従って動くのよ。躊躇して一瞬でも動きが止まったら、それが命取りになる。それじゃあ始める。作戦開始。よし行こう。あ、今回ですね、武器編成をちょろっと変えまして、あ、 B さんの見た目も変えました。ちょっとなんかオフィスレディっぽいでしょ。こういう人好きだわ俺の好みの問題なんだけど。オーバーチュアっていう、あの、もらった銃だね。リボルバーと、ちょっとまあサイドワインダーでもいいかなって思ったんだけど、最近こればっか使ってて、これに頼り切ってたので、オーバーチュアと、タクティクシャンっていう武器ですね。こちらが、まあ、ショットガンで結構強くて、なんか持ってたから適当に金にしてちょろっと強化したんだけど、だいぶ強いので。あとこれですね、陣中丸の3つになります。まあ、今回割とガチめに編成してきてるので、死ぬことはねえんじゃねえかなと。まあ、このままね、ラストミッションも行こうと思ってるんで。さあ行きましょうか。俺が押すの？皆様こんにちは。 N54 ニュース。よいしょ。ここからはローカルニュースです。二人はそのままクラウドに直行して検討を祈る。頑張ってな。警戒して、敵がいるはずよ。反対側のパネルにジャックインしないと。はい、オッケー。とりあえず、このタイミングで能力を2個上げます。2個、3個、全部上げちゃうもん。任せろりー。よいしょ。ちょっとこっちおいで。はあ？はあじゃねえ。こっち来いっつってんだよ。よいしょ。たく嫌になるぜ。兵士だ。リアじゃねえ。こいつ喋りながらゴミ箱に押し込まれていった。やべ。違う、殺し損ねたのか。なんでバレたんだって思ったけど。ごめんよジュディ、見つかっちゃった。それからみんな配置についたの？トムとロキシーはクラウドについてるはず。陣中丸さやかっこいいな。でもあの、俺はあれが好きですね。なんだっけ、残月みたいな、挽回中の残月みたいな、言ってもわかんねえかな。でも今アニメやってるからわかるか。初代の挽回中の残月みたいな、あの、刀身が、刀身じゃ、万字型のあれかっこいいよね。よし、オッケー。さや、つか、どっちだっけ、つかか。一緒に来ないの？身を隠すには一人の方がいいでしょう。もちろん。
それに私はここにいた方が役に立てる。警報が鳴っても安心して。ペントハウスのセキュリティを解除できる。そのつもりだったけど、ごめん、どうやら無理みたい。自力で何とかして。あいよ。分かった、すぐに向かう。エレベーターは逆側よ、気をつけてね。あっち、こっちの貨物エレベーターに乗って上に行けってことだ。オッケーオッケー。55階高っ。で、状況は？クラウドに入った、中にいる。ビビり散らしそう。私が下の階、トムが上に行く。バッチリだ。景色いいな、昼間だと。夜でも景色いいけどね。ニコーラの広告よく見るな、本当に。これしかないのかな。あとなんか人工肉のやつとかよく見るけど。そこからバルコニーに飛び降りて、気をつけてね。よいしょ、用意スタート。バルコニー、ここか。行ったろ。とりあえずあいつをピングして。やべ、夕飯なんかいらねえよ。あっ、お前の作るもんは全部おがくずみたいな味じゃねえか。こっちゃった。OK、 ギリセーフ。あぶねえあぶねえ。飛び降りてテイクダウンするつもりが、なんでそうなったし。入る方法を探す。ここ、こじ開けるんじゃダメなの？ダメじゃなさそう。警報をされたよ。想定通り任せて。CEO 自らグランドキャニオンでテストする。よいしょ。そりゃそうだろ、業績がまずくて話題作りに必死だ。あの CEO も底辺暮らしを味わうことになるかな。こっちが先。こいつをテイクダウンして、でその後こいつ。おやすみ。まあ無駄な殺しをする必要はないでしょう、今のところ。まあ全員ぶっ殺してもいいんだけどね。よいしょ。まあ分かっては頭で理解しちゃいても難易度は高いか。お待たせ。どううまくやったって、こいつは何かしらケチをつけてくるぜ。可愛げのない女だ。何あれ、すごい。あら、探しに必死でうんざりね。警報を鳴らされたくなかったから来るのに時間がかかったの。待ちくたびれたわ。さっさと終わりにしない？どうして3人いるの？マイコはどういうつもり？誰が誰だか分かってないのか。こいつだね。あとの2人は？本日の大事なお客様、この2人の目の前でヒロミには自分の小便にまみれて死んでもらうの。こんなのは聞いてない。おい、俺を見てみろ。人はちっとも驚いてないとき、こういう顔になる。私はクローズをよく知ってる。力と冷酷さが何よりものを言うの。これが最善の方法よ。マイコ。これから二人を起こす。気分の悪い目覚めになるでしょうね。ショーの後に別のショーが始まるってわけ。きっと脳裏に焼き付くわ。マイコ。目撃者をなしにする計画でしょう。力を示すんでしょ。目撃者なしにどうやって示すのよ。まあ言ってることはもっともなんだけどな。私も理解してる。私を信じて。考え抜いた上で決めたことなの。ヒロミにとって変わる気なのね。そうよ。それでタイガークローズに加わることになっても。
そうは言っても他のギャングからクラウドを守るにはこうするしかないでしょ。なるほど。納得いかないね。今さら後には引けないわ。トムとロキシーは行動を開始してる。革命はもう始まってるの。革命なんて生足で優しいもんじゃない気がするんだけど。まあいいよ。任せる。まあエブリンとは違うが。待て。どうなってる。こいつは誰だ。ヒロミ佐藤の時代はもう終わったの。ここにいるのは前にもクラウドの客を痛めつけた傭兵オズワルド・フォレストを殺し、そして今度はヒロミの自宅にも侵入してみせた。それだけじゃない。ヒロミが無能なおかげで今店はこんな事態になってるの。のどういうことだ。私は長い間ヒロミのうんざりするような無能ぶりを見てきたわ。でもここまで来るともはや彼が役立たずなのは明らかでしょ。リー、マイクは何をしてるの。クラウドにはリストラが必要よ。集中できないでしょ。その熱弁プリ。集中もクソも。つまりマイコ、計画は終わりよ。お前がクラウドの次期支配人の座につきたいということか。ええ、ぜひとも。何言ってるの。クローズを。やめさせろ。それには今の話を飲めと言うんだな。おしゃべりはもういい。そのために来たんでしょ。さっさと始めよう。早く。もうサクッと殺しちゃおう。こっちの方が明らかに早い。リー、一体どういうつもり。どうなるか分かってるでしょうね。分かってるよ。分かった上で全員殺してよ。だって話が違うもん。よし。つか強えなタクティシャン。ええ、もちろん分かってる。あんたはクラウドを去って二度と戻ってこない。それかここで私に殺される。最初から計画済みってわけ。でも忘れないで、私にもドールチップが入ってるのよ。ああそう、関係ねえし、ごめんな。よし、脱出して。相手が悪いわ。出口はそこから下の階にある。発見されたところで痛くも痒くもないんですよ、こっちは。むしろ発見してくれないと困るんですよ、私的には。よいしょ。トムとロキシーは無事に脱出したよ。大丈夫、これ俺こっから銃撃戦始まったりしない、俺だけの。大丈夫そうか。1階まで降りてきて、屋台のとこで待ってる。まあだいぶ計画と違うし、3人も殺しちゃったけど。マイコを殺したの。嘘でしょ、信じられない。ごめんジュディ、こんなはずじゃなかった。ええ、先に裏切ったのはあっちだから。わ、分かってるけど。俺悪くねえし。一旦落ち着かないと。しばらく一人で考えさせて。お願い。またね、ビー。じゃあね、ジュディ。結果的にありなのかなしなのかって言われたら、限りなくなしなんだけど。お、懐かしい。いいのよ。これからどうするの？お兄さんは僧侶を続けられる？パラダイ目者の戒めは悟りへの導きであって。絶対の掟ではない。より険しい道を歩むことになったが、拙僧は決して諦めんさ。懐かしい人だね。それじゃ幸運を祈ってるよ。さらばだ。正しき道を外れることのないよう祈っている。もう覚えてる人いないよね。だいぶ序盤にお世話になった僧侶さんです。お世話になったってか、お世話した僧侶さんです。これでまあサブジョブは全部終わっちゃったから、そうだな、メインストーリーを進めていくことになるか、本格的に。とりあえず今のところさ、ルート的にはもう B さん一人で片付けるルートを選ぼうとしてるけど、それでバッドエンドに直行しないかすげえ不安なんだよね。
今ね。だまーん。まあ、ジュディから後々連絡が来るだろうけど、しょうがねえな。気に入らねえ。何もかも気に入らねえ。へい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 。あの高飛車女を頼ってもろくなことにならねえぞ。分かってる。用心するから。へい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 。お前の用心は当てにならないからな。へい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 。おかしな気配がしたらすぐに逃げるぞ。B さんの用心は何かあったら全員殺すだから。問題ないね。はい、通ります、通りますよ。希代の殺人鬼が通りますよ。とりあえずまあ飛ばしちゃいましょう。全部とりあえずまあ選択肢はとりあえずこの辺は飛ばしちゃっていいでしょう。さっくり。いやーもうなんか厳しいよな。よし、オッケー。外の空気に当たれ、今すぐだ。もうな、最後感がすごいよな。どっちにしてもジョニーと別れるか、ジョニーに全てを任せるかみたいな二択だもんね、ここの時点でね。警告したよ。まあこれは正直ジョニーの話をね、飲む理由もないから。ジョニー信じろって。タワーに突っ込む。俺とは神輿の入り口を開け。俺はこれさ、多分なんだ、スキルの関係でさ、俺がインプラントをつけてるやつの関係でさ、 HP いくつ切ったら雷が出るやつが発動してるだけだと思うんだけどさ。落ち着け B、 まだ動くなよ。これ多分本当に死にかけてるってことだよね。瀕死まで HP 減ったってことだよね。痛むだろう。意識が朦朧とした状態できたもんだから、ベータハロペリドールを使ったんだ。だが感覚過敏があるってことは視神経は損傷してないようだな。私はどうやってここに。ビクしか頼れる人間はいないけど、自力できたんだよ。ビクもミスティが腰を抜かすとこだったなーって感じだもんね。それから診察台にいた患者を押しのけてだな。今すぐ自分を見るよう要求したってとこだ。俺のおかげだってちゃんと言ってやれよ。それは私じゃないっていうか。わかってる、そこが心配なんだ。どれくらい深刻なの？そんな悪いのね。もう医者が何も言わないときってマジで手の施しようがないときだからな。ゆっくり体を起こしてみろ。わかった。でも期待はしないで。ゆっくりだ。いい足。どこに目向けてんだって話だ。歴史に残る医学の勝利ね。この辺飛ばさないんだね。まあ重要な話だからだろうけど。どう、体は起こせたよ。でもその様子だと随分悪そうね。いつまでこんなことを続けるつもりだ。こっちが聞きたい。見たところ長くは持たないぞ。次に発作が起きたらどっかの路地裏でのたれ死ぬのがオチだ。自分の手で解決したいならこれが最後のチャンスだ。分かったな？言われなくても分かってる。私が遊んでたとでも思ってるの？
毎度ぶっ倒れてるくせによく言う。正解。ビクが正しいことを言っている。いい、そこのテーブルを見ろ。あれがどうかしたの？あれですね、1回分のギジエンドトライジン、ミスティからのプレゼントだ。頭ん中の声に屈したいなら好きにしろ。薬で自分を眠らせ体を明け渡すんだ。そうでなければ自分のやり方で肩をつけるんだな。俺からのプレゼントとして遮断薬も用意した。自分でのやり方っていうのが、まあパナムに手伝ってもらうっていうのか、誰でもない、荒坂本部に乗り込んでぶちかますか、どっちかってことだよね。ハンドルを俺に譲れ。エンドトライジン、ローム、荒坂タワー、通るべき道はそれしかねえ。黙っててジョニー、私が決めることよ。少し考えさせて。脳みそをストレッチしたいってんなら、せめて外でやったらどうだ。おい、B、声に出てるぞ。声？何のこと？手遅れになる前に決断しろよ。ええ、分かった。自分の愛獣であるユニティと薬っていう、この時点で3択あるわけだもんね。パナムと仲良くなってなかったとしても、頭の声を聞いちゃったような。でパナムと仲良くなったことで第4の選択肢が出たってわけだよね。いいのよ、状況は分かってるから。辛いでしょうね。正直アルデカルトスに手を借りるっていうのは俺としてはありえない選択肢なんだよな。行きましょう。特別な場所なの。前にジャッキーも連れてったの。すぐ近くよ。ジャッキーにもそんな場所が必要だったのね。ミスティはいい子やな。来て。一番幸せになりそうなのは間違いなくジョニーに手綱を握らせるのが確実だし、間違いない気はする。でもそれはね、そのまま B さんが消える可能性があるっていうことだから。彼もそういう暗い顔してた。正直やりたくないよね。もうダメだ、俺はおしまいだ。オメガ遮断薬飲めばまた B さんは目覚める可能性があるにしても、それでジュニーが勝手にね行動して死なないとも限らないわけだからな。ジョニーが何したいかっていうのは、まあ今の段階では結構明白で、誰かっていうか B さんを助けたいっていうのは本音なんだろうけど。よし、とりあえずこの場所でセーブして、俺がね裏でいろんなエンディングを見るためにセーブして、ここですね。結局サブクエ進めちゃったからあんまりな。一人の時間ね、それがどれだけ贅沢か最近わかった。懐かしいよねあれも。ワールドのタロットカード。それでジャッキーはここで何を決心したの？この決心させる場所に世界のタロットカードがあるっていうのはすごいよな。なんかね、じゃあ一人にしてあげるね。おう、ごゆっくり。さっきは本気でビビったぜ。あの、私は今別れを最悪おじゃとり。あー、リバーに電話するっていう選択肢が出てる。するか。あの石頭の警官に連絡してみる。そうか、そんな選択肢も追加されてるのか。これはまあリバーと付き合うっていう選択肢を俺が裏で使ったからだよな。いや、寝つけなくてな。また例の倉庫の夢。その方がマジだ。話してみてよ。その俺じゃない誰かの無茶苦茶な事件を追ってる夢だ。もうどうにもなんなくて、説明が難しいな。それはそうと、お前は何してるんだ？うん、ちょっと
声が聞きたかっただけよ、おまわりさん。今は違う。そんなことはない。仕方ないな。何か知らんが相談には乗ってやる。なあ、お互い眠れないならどっかの店に飲みにでも行くか。今日は無理なの。しばらく忙しくて。どうかしたのか。ちょっと考え事があるだけ。俺は決して優秀な警官じゃなかったかもしれないが。黙って聞いてるジョニーも、なんか嘘をついてる時、珍しいよね。何かを隠してる時だ。トラブルを抱えてるんだろう。それも厄介な。私自身が歩くトラブルだから。ま、お前のそういうところが好きなんだ。ごめん、もう切るね。待て、事情は分からんが、いつでも俺を頼れよ。ええ、分かってる。ありがとう、リバー。連絡できてよかったな。俺にはそれができなかった。ここまでいろんなことがあったな。すべての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だった。その後殺され、まさ、いやー、俺に任せてもいいし、パナムたちノーマッドを頼ってもいい。あいつらに何かあってもお前が、ジョニー的にはあるいはアラサカとの取引、アラサカとの取引、そうすればお前は魂を売ることになる。アラサカとの取引、これしかねえ。何考えてんだ。たくどこまで。誰か本当にいいんだな。引き返すことはできないぞ。お前に言われるのもな。行くか。ええ、でも怒らないでね。正直心底どうでもいい。きっとこの決断を後悔することになるぞ。気づいた時はもう遅い。俺は助けてやれない。これが最後かもしれない。だからこそ自分の目で終わりを見届けたいの。アルデカルドスの力借りるっていうのが一番なんか現実味がないから。ジョニー、消えたか。あ、でもここでもまだ花子に連絡するかパナムに連絡するかっていうのは選べるんだね。セーブできねえんだよな。もしもし。決めた。あんたの話に乗る。ずいぶんかかったわね。その間に頼信が手を打ってきたわ。どういうこと？ノースオークの彼の邸宅に招待されたの。それも長期滞在でね。監禁か。そう、彼の部下が私の安全を守ってるわ。頼信に感づかれたの。疑いを持つきっかけはいろいろあったでしょうね。でなきゃ私を拘束する理由が存在しない。まあそうだよな。まずい状況ね。どうするの。先延ばしにはできない。力を貸して何としてもここを脱出しないと。今どこにいるの。ビクターってリパードクのとこよ。エソテリカっていう店の裏にある。じゃあそこに迎えをやるわ。邸宅まで送ってくれる。その後私と一緒にアラサカタワーにいる兄を訪ねるとしましょう。はい、ということで、そうですね、こっからまた長くなると思うので、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また次回ね、続きやっていきましょう。多分次回1時間あたりが最終回になると思います。ありがとうございました。